いつからそこにって、君がエデンにログインした時から。声かけるタイミング分からなくて。千歳に言われたマルウェアの点検するから。一応聞くけど、マルウェアってなんだか分かってる？頭痛い。やっぱ知らないで使ってたんだ。マルウェアっていうのは、デジモンプログラムに手を加えて作った特殊なウイルスプログラムのことだ。千歳は昔からそういうプログラミングが得意なの。エリア監視、スキャニング装置、通過ユーザーの記録、いろんな特技を持った子たちがエデンのあらゆるところに仕込んでいるって。依頼が入ってから情報収集を始めるんじゃ後手に回るからって、お兄ちゃんがこの方法を考えたの。マルウェアたちは動作にわずかでも異常があると、すぐセキュリティに引っかかるから、メンテナンスは必須。もちろん、千歳のプログラミングは、そんなお粗末なものじゃないけど、エデンの運営チームには、優秀な技術者が揃っているし、ジャクソンや他のチームには、凄腕のハッカーがいる。ナビット本部は、正体不明のハッカーも活動しているし、慎重に慎重を重ねる必要があるんだ。わかった。ちゃんと聞いてた？プログラムの話をするときは楽しそう？うん。楽しいよ。プログラムが、というか、ネットの世界が、エデンが好き。こっちの世界は、自由だもん。君は？エデン好き？そっか。それじゃ、点検始めよう。オッケー、ちゃんと動いてる。何がって、この子が、だよ。デジモンを改造しているって言ったでしょ。この子が、ここに仕込んであるマルウェア、クモバチちゃん。ここを通過するユーザーは、監視しているの。この子みたいに、容量の小さいデジモンは汎用性が高くてマルウェアにしやすい。
容量の大きなデジモンはパワーや処理能力は凄まじいけど、その分見つかりやすくてマルウェアには向いてない。ほら、仕事に戻りな。次行くけど、君デジモン持ってきているよね。なら護衛よろしく。私デジモン持ってないから。何？デジモンがいないのにハッキングしているのが不思議。私にしてみれば、誰が作ったのかもわからないデジモンやデジモンキャプチャーに安易に頼る方が不思議。だってどんな組み方されているのかわからないだろう。私は自分でプログラムを組む、このやり方が好き。ロートルってバカにする人もいるけど、一世代前のハッカーはみんなこうだったんだよ。デジモンが見つかってデジモンキャプチャーが普及するまではね。今はデジモンバトルが主流だから、お兄ちゃんの千歳もデジモンを持っているけど、あの二人はもっとすごいよ。私がバトルしないのかって？必要ないの。戦うのはお兄ちゃんの仕事、あとは新人の君。君はうちのチームの新しい鉄砲玉だってお兄ちゃんが言ってた。とにかく護衛は君の仕事ってことが言いたかったの。分かったら早く連れて行って。このマルウェア、妙なエラーが起きてる。ここのマルウェアのヒメバチちゃん、この子もこのエリア一帯を監視しているマルウェアなんだけど、検知不能の何かを捉えたみたい。解析装置が処理を終了できなくてエラーを起こしてる。君、この辺りで情報収集してきて。この子が何を見たのか知りたい。妙なものが現れているのなら、ユーザーの中に目撃者がいるはずだから。いるはずのない猫、電脳空間の隠し部屋、紫髪の電脳魔女。他にも妙なオカルト話が広まっているみたいだけど、この3つはどれもクーロンで目撃されているみたいだね。うん、行ってみよう。興味ある。怪現象の正体。オカルトを信じているわけじゃないわ。
電脳空間でオカルトなんてあるわけないもん。きっと猫はアバターを改造したハッカーのいたずらだし、隠し部屋は競争に見えないバックドアが別エリアにつながっているだけ。電脳魔女はただの占い好きの美人。だけど原因は突き止めておかないと。ここのマルウェアはイニシャライズしたけど、また同じ現象が現れたら同じエラーを引き起こすかもしれない。ここが噂の場所だね。ハッキングの痕跡はないみたいだけど。嘘、猫本当にいた。見失っちゃう。追いかけて。いなくなっちゃった。どこかのエリアへのリンクがある。これが電脳空間の隠し部屋。待って、今リンクをつなぐ。でもこんなの変。こんなのありえない。こんな膨大な処理一つのサーバで回しきれるわけがない。ログも痕跡もリアルタイムで暗号化されてる。通常のアクセスじゃ弾かれる。それなら捕まえた。君行ってきて。驚いた。あなた誰に導かれてここへ来たのかしら。あなたの運命、あの子の運命の枝、それとも。いいえ、答えなくていいわ。すでに導かれているのだもの。きっと必要なこと。とにかくあなたはここを訪れた。ようこそデジラボへ。歓迎するわ。デジタルモンスターラボラトリー、略してデジラボよ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモンたちの楽園。デジタルワールドについては今は特に知る必要はないわ。時が来れば必ず知ることになるから。
私は三神楽ミル。そうね、ここの管理人みたいなものよ。この場所からとある運命の交わりを見守っていたのだけど、私自身驚いてるわ。さて、話はこれくらいにして、ひとまずはここがどんな場所かもう一度説明したい。いえ、気にしないで、こっちのことよ。デジラボのこと理解してもらえたみたいね。イレギュラーとはいえ、あなたがここに来たことにはきっと何か意味があるはず。しっかり利用してデジモンとの交わりを深めなさい。最後にもう一つプレゼントよ。デジモンを刺激することで発揮されるハッカー御用達のとても危険な力。でもあなたはあの子とは違い生粋のハッカーのようだから、わざわざ私が言うまでもないわね。あなたをここに導いたのはあなたの運命にもう一つ別の手助けがあったみたいね。面白い女の子、今もここをたぐろうとしているわ。ほどほどにしておくように伝えてちょうだい。ここはあなたたちのメタバースとは似て非なる場所。そちらのプロトコルでは到底解析できないものだった。あなたはあの子とは違うみたいだから専用の入り口を作ったのだわ。いつでも利用してちょうだい。覚えておいて、あなたが進むべき道に行き詰まった時、デジモンと育ててきた絆は必ずあなたを助ける力だ。その力はきっとあなたの、ひょっとしたら別の誰かの運命を変えるはずよ。それじゃこれからよろしくね。もう一つの時を同じくして回り出した二つの運命は全く別の方向を指し示している。
この事象はおそらく私の予想をはるかに超えて世界が広がり出した証。見定めさせてもらうとしましょう。あなたとデジモンとの秘めた可能性を。あ、戻ってきた。で、どこに行ってたの？わからないで送ったのかって。私だって行きたかったけど、弾かれてダメだったんだもん。君の足跡も途中で追えなくなっちゃったし。後で君のログちょうだい。解析してみる。でも君の目を介した主観的なデータも欲しい。向こうで何があったの？そっか。じゃ、もういいよ。行こう。彼女が何者か気にならないのかって。別に、もういいよ。私の推測、大体当たってたと思うし。君の話から推測すると、君が出会った電脳魔女、きっと凄腕のハッカーなんだよ。そう考えれば辻褄が合うもん。電脳空間の隠し部屋を捕捉できないのは、その人が常にエリアを移動させ続けているから。このエデンでそんなことするにはかなり膨大な規模の演算装置がないと不可能だけど、よく考えればエデンにそういうものがないわけじゃないしね。ね、やっぱりオカルトじゃなかった。あの猫、あれだってログを解析すればただの。もうちょっとは自分で考えなよ。
せっかく助けてあげたのに。君たち、あ？動かないで。怪我、直してあげたよ。お兄ちゃんたちがやってたのは真似しただけだけど、治ったでしょ。うん、ありがとう。君たちいいハッカーなんですね。アタチはワームマン、よろしくでしょ。デジモンがデジモンを襲うなんてことあるんだね。アタチが悪いでしょ。クロンうろうろしていたらばっかり転んで足を滑らしたところにあのデジモンがいて、びっくりした勢いで必殺技のネバネバネットで攻撃しちゃって。それあんたが悪い。あたちいつもこうなんです。故郷でもしょっちゅう強いデジモンに追いかけ回されて、逃げ回ってるうちに気がついたらここにいて、帰り方がわからなくなっちゃって迷子になっちゃったんです。故郷？デジモンに？そうですよ。あたちの故郷はデジタルワールドって言うんでしょ。デジタルワールド？うん。こことは違う世界でしょ。で、ここは人間の世界なんですか？世界っていうか、ここは人間が作った仮想空間だよ。エデンっていうの。やっぱりそうなんですか。あたちは詳しくは知らないんでしょ。デジタルワールドと人間の世界は重なり合うように存在しているって聞いたことがあります。二つの世界は本来はつながっていないんでしょ。何かの拍子に交わる時があって、きっと私もそうやって交わった道を通ってこっちに来ちゃったんですね。あんたやっぱりエラーしてるんじゃない？へえ、なんでそんなこと言うんですか。こことは別の世界なんてありえない。あるわけない。私はエラーなんてしてません。デジタルワールドが本当にあるんでしょ。ふーん、君は信じる？ありがとうでしょ。こんな荒唐無稽な話すぐ信じるなんて早計だと思うけどな。本当にデジタルワールドはあるんでしょ。この仮想空間にいるデジモンたちはみんなあたちみたいにデジタルワールドからやってきたんですから。確かにデジモンたちを作ったエンジニアのことは誰も知らない。自然発生的に現れたものにしてはプログラムとして完成されすぎているし、でもまさか信じてくれないんですね。じゃあもういいでしょ。別にそうは言ってないでしょ。じゃあ信じるとも言ってないよ。この件は保留。検証材料が少なすぎるもん。でも嬉しいでしょ。君優しいでしょ。そんなんじゃないから。これからどうすればいいですか？デジタルワールドに帰りたいけど、帰り方もわからないです。私たちに聞かれても困る。あんたはどうしたいの？形？形は…一
っとくけど、私が当てにしないでよね。私、デジモンに興味ないし。帰り方が分かるまでうちにいてもいいけど。いいんですか？ありがとうでしゅ。ずっと一人で寂しかったんでしゅ。わーいわーい押し切られた。何見てるの？しょうがないでしょ。なんだかあの子放っておけないんだもん。あんなに喜んでる。デジモンのくせによく喋るし、ドジだし、変な子。でも、なんだか、面白いかも。あの子、助けてくれて、ありがとね。それと、叩いてごめん。寝たんで。でもまたノックなしで入ってきたら叩くからね。ほら行くよワーミン。